ここへ分野の豊秀の家臣久米寺團十がやってきます。團十郎がこの役を演じるときは七世團十郎の錦絵を参考にした亀甲縞の着付けに寿の字海老の紙紐を着用します。また役柄も左團次方の話術の役よりも荒ごとみの濃い役柄として演じます。仰せ聞かされまし。お尋ねなくとも申さねばなら社の役目。今日参上いたしましたは姫君錦の前様を宿の妻にお決めなされたところ、姫君にはただご病気とあって今日までお越しも入れませぬ。またご病気ゆえとのみ被災の儀が知れませぬによって、それがしたちこえ徳とお伺い申せとの申